ふとろつ優しくて明るい面白い男の子ヒロクです。 1,2,3,4 ハロロー、ヒロヒロー。はい、どうもこんばんは、 YouTuber ヒロクでーす。はい、今回はこちら。はい、こちら、ビリビリボールペン、ですね。こんな感じ、よくね、一時期流行ったバラエティとかでやったビリビリボールペン。Thank you so much!電気シュン。ノックボタンを押すと電気が流れてビリビリします。あ、ボールペンとして使えるんですね。じゃあ遊んでいきたいと思います。ビリ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 だ。ビリ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 だ。ビリ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 。ビリ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 ボールペン。はい、これね、まあ。ね、おもちゃとして買ったんですけど、僕もね、ビリビリボールペンは人生一度も経験したことないので、どんなに痛いんかっていう、なんかテレビで見た感じ、なんか、うわ、これ痛そうっていう感じだったんで、すごい、ちょ、買ってみました。マジで怖い。マジで怖いやつじゃん、これ。見て、こんな感じ。見て、こんな感じ。ほら、ボールペン。はい。比べたらすごい。まあ、これ普通のボールペンなんですけど、これビリビリボールペン。見て比べると違う。結構違う。普通のボールペンと全く、区別がつかないぐらい。すごい。見て。まあ、ボールペンよりなんか、ボールインク的な感じですね。じゃあね、ここを押すと、まあ、電気が流れるんで、ちょ、試してみたいと思います。怖いな。ちょっと、場所を変えよう。ここ危険すぎる。場所を変えよう。場所。3, 2, 1.はい、ビリビリボールペン。いきます。いきます。ああ、痛い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 、めちゃくちゃ痛い。マジで痛。マジで痛すぎるな、おい。ふざけんなよ、おい。痛。マジで痛。めちゃくちゃ痛いやろ、バーガー。めちゃくちゃ痛い。はい、今回はね、こちらのビリビリボールペン、使ったんですけど、マジでめちゃくちゃ痛い。ほんまに、食感っていうより、もう僕、まあ、今まで、テレビとかで、見てきたんで、まあ、実際使ったことないんですけど、今回の動画で実際使いました。これがもうビリビリボールペンです。まあ、普通のボールペンと一見、なんか、区別が、わからんっていうか、で、やってみたんですけど、
めちゃくちゃね、なんて言うの、足痺れるときに、わかるんですけど、電気だから痺れるんですね。今、本当は、痛いとかそういうことじゃなくて、ほんまに痺れる。痺れるっていうか、なんか、思いっきり押すとなんか痺れる。あ、痛い痛い行くぜ痛い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 おー、これ普通のボールペンやないかい。マジでね、めちゃくちゃ痛いっていうか、今回は、ピリ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 電気ショック思いっきり押せ。最後まで見てくれてありがとう。よかったよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。